ダルターニャンはドイツで結成されたバグパイプ、バイオリンなどを用い、中世フォークミュージックとメタルロックを融合させたミッテラルターメタル、またはミッテラルターロックと呼ばれるジャンルのバンドである。中世フォークメタルバンド、フォイヤーシュワンツのボーカルバグパイプ担当であるベン・メッツナー、ベース担当のフェリックス・フィッシャーと、メッツナーの20年来の友人であるギタリストで、 サブボーカルのティム・ベルナルドによって2015年にニュルンベルクで設立された。2017年12月にフィッシャーが脱退し、新たにバイオリニストのグスタボ・シュトラウスがメンバーに加わった。ライブでのリズムセクションは結成当時から固定の3人で、ドラムのマキアス・ベームはメッツナーとベルナルドの古い友人、ベースのセバスチャン・バウマンはフォイヤー・シュワンツの過去メンバーでありそこで、 メッツナーと知り合っている。ギターのハイコ・ハインツは、バウマンの学生時代からの同期で、共にレゲエバンドメロをマークでプレイしていた経歴がある。彼らは、自身を重視ロックと表現しており、メンバーの衣装やフルールドリスト3本の細剣を合わせたデザインのバンドロゴからもわかるように、バンドの名前は、アレクサンドル・デュマ・ペールの小説、三重視の主人公としても有名なダルタニャンに、由来している。 また、作中で彼らのモットーとされる、一人は、皆のために、皆は一人のために、ウネスプロオムニバス、オムネスプロウーノを意味する、ドイツ語、アイナーフィュアアレフィュア,アインのフレーズが、歌詞の中にも、頻繁に用いられている。大手音楽レーベルの、ソニーミュージックエンターテインメントとのレコード契約後、シャンドマウル、ナイトウィッシュ。 インエクストリモなどを手掛けたプロデューサーのトーマス・ハイマントロシアンによるアルバム制作が行われ2016年2月26日に発売されたデビューアルバムサイト・アンサイトはドイツのアルバムチャートで7位オーストリアで24位スイスでも65位に入り同じ年に追加タイトルとライブ CD を含むゴールドエディションが再リリースされバンドは2017年に アルバムのゴールドレコードを受賞した。2017年9月にセカンドアルバム、4L と UN と4 t o ト,ットがリリースされ、ドイツのアルバムチャートで11位。メンバーチェンジ後の2019年に発売されたサードアルバム、インジャナーナハとは5位になった。コロナ禍でライブの度重なる延期が発表される中、2020年9月24日にミュンヘンで屋外ライブを観光。 2021年リリースのフォースアルバムフォイヤーフロンはプロデューサーが過去作品でも楽曲を提供してきたフェリックス・ヘルトに変わっておりバンド初の LP 版も発売されリリースと同時にライブ配信を行いアルバムチャートでは6位になっているバグパイプやティンホイッスルなど多彩な楽器を用いるスタイルはそのままに トラッド中心だった初期からよりメタル色の濃い楽曲が主軸になりサブボーカルのティムがメインで歌う曲が含まれているなどファーストからは随分と方向性が変わった印象である2021年6月からクラウドファンディングプラットフォームパトリオンの利用を開始し支援者用の限定コンテンツを公開している2022年のツアーではドイツ本国に加えてロシア、オーストリア スイスでライブを行う予定になっている。2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年。ありがとうございます。